滝沢秀明、戸部幹部の大幅交代。世界進出の舞台裏で何が起きている滝沢秀明の新たな一手。戸部上層部の大胆な人事が示す未来とは昨年、滝沢秀明氏42が設立したエンターテインメント企業、戸部その機関であるナンバーアンダーライン愛は、平野章27ガン太28。 神宮寺ゆう二26を要し絶好調を維持している。4月25日、平野がコスメブランド、ワンジュンギョ、ウォンジョンヨのヘアケアライン、ワンジュンギョヘアーの広告キャラクターに就任したことが発表され、再び話題となった。そして4月中旬、ナンバーアンダーラインアイは、アメリカ・カリフォルニア州で開催された、世界最大級の野外音楽、フェスティバル、 コーチェラに出演し、世界進出の夢を叶えた。さらに、グループ全員で出演する、マクドナルドの CM も放映された。ナンバーアンダーラインアイは躍進を続けているが、滝沢氏は戸部所属のすべてのタレントを売り出したいという考えを持っている。そのため、最も勢いのあるナンバーアンダーラインアイを全面に押し出し、事務所全体の注目を集める戦略をとっている。 と業界関係者は述べている。そしてこの戦略が実を結びつつある。ナンバ・ーアンダーライン・アイがコーチェランでアメリカ進出を果たした直後、トベの7人組ユニット IMP も中国進出を果たした。4月21日、IMP は四川省の省都である生徒で行われた中国最大級の野外音楽フェス。 生徒ストロベリーミュージックフェスティバルに出演し、注目を浴びた。滝沢氏もその現地入りを果たし、再び注目を集めた。滝沢氏は2018年末にタレント活動を引退し、経営者としての道を歩んでいたが、中国でも高い人気を誇っている。彼の SNS 更新は、中国ファンを意識したものだろう、と前述の関係者は語る。 ウェイボに投稿された滝沢氏の姿は、彼の長い姿見せが久しぶりであり、彼のファンを喜ばせた。彼は栗色の髪にピシッとした黒スーツで、非常にかっこよく写っている。その姿は現役時代と変わらず、健康的である。さらに、X や中国の SNS、レッドには滝沢氏や IMP の写真が多数投稿され、 中国のファンたちの注目を集めている。滝沢氏が直接、滝沢歌舞伎の再演はありますかと聞かれ、どうだろうと答える動画も拡散されている。滝沢氏はジャニーズのアイドルとして活躍し、中国でも高い人気を誇っている。2018年末にはタッキーヨクの解散を発表し、芸能界から引退したが、このニュースは、 中国でも話題になった。また、タッキーヨクのシックススシングルヴィーナス2006は、日本ソウル上海、香港、台北、万国の6都市で同時発売され、日本語、韓国語、北京語、タイ語の4カ国語に対応している。戸部の上層部の入れ替わり。芸能関係者によれば、滝沢市のウェイボ更新は、中国のファンを意識したものだとされる。 ト部は創業から1年で様々な準備を進め、今年から本格的な海外戦略を展開し始めた。ナンバ・ーアンダーライン・アイや IMP の海外進出は、ト部を国際的なエンターテインメント企業として確立させたと言えるだろう。そしてその一環として、滝沢市自身も中国で営業を行っている。関係者によると、 トベの広報を担当していた A 氏が今春、会社を辞めたという。広報は会社にとって非常に重要なポジションであり、マスコミ対応やクライアントとの交渉など、会社の顔となる仕事を担っている。A 氏は昨年夏にトベに入社し、1年足らずで辞めたことになる。このようなトップクラスの人材が短期間で辞めることは、業界的に異例である。 さらに驚くべきことに、戸部の服。社長である B 氏が新たに就任したという。滝沢氏は海外戦略を推進するために常に前進する姿勢を見せているが、そのスピード感は彼のスタッフにとっては追いつきにくいものがあると言われている。滝沢氏は TikTok を通じてファンとコミュニケーションを取ったり、IMP、 のために中国で営業を行ったりするなど、非常に行動力がある。彼はナンバーアンダーライン愛だけでなく、すべての所属タレントを売り出したいと考えている。しかし、広報担当者であった A 氏が辞めてしまったことは、会社の体制が不十分であったことを示している。そこで、新たに副社長に経験豊富な B 氏を迎え入れ、会社組織を整え、 さらなる成長を目指しているのだろう、と前述の関係者は語る。戸部は会社の人事についての問い合わせに回答しなかったが、戸部それはこの時代に生きるすべての人が主役である、というキャッチコピーを実現するために、滝沢氏は前進し続けるだろう。しかし、戸部の舞台裏では様々な変化が起こっている。芸能プロ関係者によれば、滝沢氏のウェーブ更新は、 中国ファンを意識したものだという。トベは創業から1年で海外戦略を本格的に開始し、ナンバーアンダーラインアイや IMP を通じて国際的なエンタメ企業としての地位を築いている。そのため、滝沢市自身も中国での営業活動に取り組んでいる。一方で、トベの内部では上層部の大きな変動があるという。 広報を担当していた A 氏が春に会社を辞めたこと、そして新たに B 氏が副社長に就任したことがその証拠だ。広報は会社にとって非常に重要な役割を果たします。A 氏が1年未満で辞めるということは、業界的には異例の出来事です。さらに驚くべきことに、新たに B 氏が副社長に就任したのです。 滝沢氏は海外戦略を推進するために行動を起こさなければなりません。そのため経験豊富な B 氏を副社長に任命したのでしょうと関係者は説明する。滝沢氏はアイデアマンとして知られていますが彼のスピード感にスタッフが追いつけないという声もあるようです。滝沢氏は TikTok を活用したり IMP のために中国での営業活動に取り組むなど多忙な日々を送っています。滝沢氏はナンバーアンダーライン愛だけでなくすべての所属タレントを売り出したいと考えています。しかし、広報を務めていた A 氏が辞めたことは会社の体制が整っていなかったことを示しています。そのため新たに B 市を迎え入れ会社組織を整備し、 さらなる成長を目指しているのでしょう、と、関係者は続ける。戸部は、滝沢氏のビジョンに基づき、すべての人々が主役となる時代を築いていく。そのために、絶えず前進し続ける滝沢氏の姿勢が重要だろう。